ノブでーす。キティでーす。ポプサロ TV! いやみんなを、に元気だまー。新しい。なんか、猫ひろしみたいな。猫ひろし、いたねー。いやーみたいな。いや、にゃん、そっちにゃんでしょ。違うな。今回ちょっと実験で、皆さん、今すぐに見たら高評価してください。バシッと。まあ見てもないもんね。なんか、むちゃぶりもいいってことね。いい動画作るので。違ったなと思ったらもう顔してみた。違ったなと思ったら高評価外していいから。ちょっとね、実験で高評価と、あとコメントを何でもいいというか、なんかチラッと書いてもらうと、めっちゃ上がりやすいんですって、上に。おすすめに。じゃあ、この動画がもしくだらなくても、みんなが押してくれてコメントしてくれたら上がるかもみたいな。ああ、という実験、実験。で、動画自体も8分ぐらいでちょっと短めにして、あと首が、苦手な人多いんで、ちょっと今日は、ストレートネック出します。ストレートネック多いので、今お客さん多いでしょ言われるの。うんうん、で、ノブちゃん流でどうやってやってるのかっていうのをちょっと撮りたいと思うので、さっき PNF のその量刑金取ってもらうってなった時に、なんかちょっとそんなことじゃねえ首だっつってもうちょっと私の首にお怒りだったいやーこれね取っとくとミキティね頭パニックになっちゃうのでほぐしてあげたいと頭良くなっちゃうかも頭良くなっ明日の小テストいけるかもなりません勉強してくださいやりたいということで高評価ね本当マジでマジであと、もしかしてチャンネル登録してます？ああ、してない人いるよね、多分ね。お願いします。お願いします。してても別に変わらないので、何にも変わらないので、ただ評価的にうちらもね、1万人早く目指したいというのがあるので、ぜひ、お願いします。はい。じゃあ、撮ってきますよ。はい。じゃあ、行きます。レッツゴー！行ってみよう！じゃじゃーん。はい。ということで、ミキティの首を取っていきましょう。首を取っていきましょう。5回、5回まで。表現。5回まで首を取っていきましょう。というバージョンですね。どっちかというと、私顔つんなくていいからね、ミキティの方ね、ぜひ、映してあげてましょう。ストレートネック多いじゃないですか。ストレートネックの取り方いきます。ミキティのストレートネックをちょっと見ますね。若干ストレートになってきてますね。そうそう。ストレートネックっていうのは、要するに頸椎の湾曲を見ます。その時にまっすぐになってるかどうか。で、本当生理的湾曲ついてる人はもう結構湾曲になってます。それがミキティは軽い湾曲なので、ちょっと慣れ気味なんですよ。でも慣れ気味が多いんですよ。それなのに、お医者さんとか、他のね、整体院とかで、あ、ストレートネックですねって言われると、すごいこう、心配になっちゃうんですよ、みんな。確かに。スマホ首とかね、言うじゃないですか、今。でも、これは、簡単に取れるんですよ。はい。いきます。まず、簡単なのは、頸椎に、極突起当てます。で、こういう風に、こう、湾曲を作るように、まず、前段階です。これ、前段階で、首の動き見て、こう、湾曲をこう、つけるようにね。ぐーっと。まずね、まずです。痛くない、気持ちいい。ぐーっと。あんまりぐーっと上に押し付けないですね。ヘルニア君とかだったらね、結構これダメなんで、ヘルニア君はダメですよ、これやったら。なんか細く当たってる感じっていうか、すごい繊細に細かく当たってる感じする。なんか大きくバンって当ててる感じじゃない。あ、じゃないね。こう滑らかにって感じ。滑らかに。当てるとこも超点というか細い。線って感じ。そうですね。7からはちょっと当たらないので、6からですね。今日6番、5番、4番、3番、ぐらいまでですね。持ち上がるのが。その後です。その後、頸椎にくっついてる、頭板上筋、頸板上筋の横のね、極突きの横の筋肉を、ちょっと緩めます。ここいっぱいついてるよね、筋肉ってね。頸椎、についてる。僧帽筋もついてるでしょ。僧帽筋もついてるし、肩甲骨筋もついてるし、いろんなのがきてます。硬さチェックです。右と左。なんか違うくない？全然違います。ね。なんか、大丈夫かって感じです。気持ちはさ、やっぱ左が変だなって思って。右が硬いんですけど。いやー、やっぱそうなんだ。思うのと違うもんね。全然右ですね。いや、本当だよね。俺も右腰痛いんだけど、左の方が全然張ってるんですよ。それ覚えちゃってくださいね。本当にみんな、ほとんどの人が8割ぐらいそうなんで、痛い方の反対側が凝ってます。張ってます。で、ちょっとモビします。モビっていうのは、極突起を指当てて、こういう動かします。これも筋肉緩みます。モビリゼーションですね。モビリゼーション。
絶妙な。絶妙な、ね。うん。やっぱりだからなんだろうな、動かすって言って、ブリブリ大きく動かすとかじゃないじゃん。うん、滑らかで、ね、もう波打つように。うん。ザザー。海の音楽でもザザー。あずき。っていう感じですよ。うん、気持ちいい。ああ、もうね。もうね。やっぱ、ミキティの次第関係かな。緩みが早いです。うん、確かに。うんもう声がやば寝てるよね。副交換入ってきてます。危ない危ない。ああ、早い早い早い。はい。で、もう、ほぐしてもストレートにまず取れてないです。こういう確認が必要なんです。ほぐれても取れないので、こういう時は、じゃじゃーん、胸椎です。胸椎で取れます、ストレートネック。どこだっけ、下田セミナーを受けた人は、見てる人はわかると思います。同じことをやります。ぶっこみです。胸椎。ぶっこみー、あーこれぐーぐー、胸椎の6、7あたりです、うん、6、7あたりをぐーっと持ち上げてます。価格まで来てる、うん、これをちょっとさっきの一緒で上にこう持ち上げます。ぐーぐー、なんか最近そんな凝ってると思いなかったけどやばかったんだな、うん、ちょっと応用編で今、横の大円筋とかを動かして、肩甲骨をこう。親指で、うん、親指で動かす。すごい。気持ちいい。うん、うわ、うん、で、ここでポイントあります。こっからはお客さんに手伝ってもらいます。うん、胸呼吸をいきます。胸式呼吸。胸、はい。で、思いっきり吐く。吐くと同時に、私指を上にグッと上げます。グー。はい、ちょっと入れるんで、吸って、吐いて、で、ぐーっと上げる、上に。ぐー。はい、最後、吸って、吐いて、ぐーっと。はい、なごみ入れます。なごみ、なごみ、全体なごみ。これで、あ、取れてます。肩甲胸筋のこの張りが取れてます。うん、うん、全然取れてます。それで、問題はストレートネックが取れてるかどうかです。はい。はい、OK です。マジで OK です。うん、全然、さっきの硬いのが。全然ないです。うん、全然違う。お、これで能力は上がるんじゃないでしょうか。やったー。で、おまけでね、牽引。うわー、これ超気持ちいい。牽引回旋。うん。ちょうど天柱とこです。天柱とこに、こう、中指と薬指を入れて、うん、これでさ、引けてない人結構多いんだよね。あと遊びを取ってないので、引けてないの、うん。皮膚の遊びをもうグリグリグリって取ってほしいんだよね。うんうん、それって説明がなかなかできないんだよね。皮膚の遊びを取るってどういうことですかみたいな。まあだから皮膚の遊びっていうのは、こう、ぐっと皮膚を伸ばした状態でこう当てるってこと、うん。うん。この状態、この状態を片手でやらないといけないってことですよ。うんうん。片手でやるのが難しいってことなんですよ。皮膚の遊び、ぐっと引っ張った状態。状態で入れる、うん、引っ張った状態で入れる、うん、なんかピロピロピロって今合わせてくれてる。そう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 、そんな感じです、うん、で牽引で牽引するときはなんかね、誰か言ってたけど、私学校でこうやって引けって言われたんですって言われたけど違います、うん、これ入れながら自分が前に行ってください、うんうん、引けます。こっちの方が全然楽に引けます。で、超ゆっくり話すっていうのがポイントですね。はい。いいですね。これ見て寝ちゃうので、そろそろね。で、ちょうど8分で終わりたいので。僧帽筋、僧帽筋上部ね、上部線をちょっと、親指で。なんか、尺角筋とかも来てすぐ。グッグッ。気持ちいい。気持ちいいんだよね、これね。うんうんうん、とね、時間あったらね、前側とかね。うわ、めっちゃ張ってんやん。うわぁ。よし、締めいきます。はい。あ、気持ちよかった。永遠に続けばいいのに。何しに来たんだ、お前が。ネクスト。まとめでーす。はい、もうまったり、顔変わったよね、顔が。もう気持ちよかった。うん、幸せ。幸せ。病気菌やって、首やって。よかったね。心地。よかったね。っていうかね、やっぱり感じちゃうので、うん、これはだってさっき、量経験やったけど、首やんないと、なんか、うん、逆におかしくなっちゃうというか、うん、他、そっちは気になりすぎちゃう。うん、ほぐれたから、背中がほぐれたら、う
組みが残ってると余計に、うんうん、そういうことないですか結構、うんうん、ある、うん、あるよね、うん、お客さんでもああそこ忘れちゃったとか言って、うん、でも忘れて時間あるなら戻ってくださいね、うんうんうん、まだあるじゃん、だから片方をやって、うん、腕やってて片腕忘れちゃった他行っちゃったとかさあるあるなんで、うん、それはね気づいた時にね戻ってあげる、うん、それしらーと思ってくれるしらーとあと流れでやってますみたいな、うん、そう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 、うん、っていうのがね大事なんですよね、うん、それでどうでしたかね、うん、皆さんね、なんかなかなか動画上だと細かい部位のどの角度でどう当ててんだろうっていうのがね、まあ、一応お伝えしたみたいに本当に思ってるより細く当ててたりとか、うん、そう、なんかの、こう、本当にね、こういうふうにちゃんと位置を、もう、テクニシャンですよね。合わせてたわけですよ。こうしないと、うん、あの、皮膚の遊びが取れないんですよ、うん。こうやって引くだけだったらダメなんで、皮膚が遊んでる状態で引っ張ってるので、うん、皮膚の遊びってグッと皮膚が引っ張った状態で、クッと入れるみたいなね。うん、そこはね、これなんてテクニシャンです。テクニシャン。首とかもなんか反対に向かせるときに、反対から行って中指突っ込んでってやるじゃん。あの時もこう、はまんないと気持ち悪いもんね。そうそうそう。でもこれってね、やっぱ動画見てるだけじゃなかなかわからないね。シナジク来てください。そうですね。あとは講習行きますからね。うん。ハプセラであの、二人呼んでくれれば一番いいのにね。なんかさ、企画しようよ。ああ、なんかその例えばなんかのぶちゃんがやる、うん、その無重力のやつと、うん、その女性でもできるそのストレッチとかのやり方とか、うん、そうだね、うん、あらでもどうなのアロマとセットの方がいいのかな、ああそっか、アロマかそうね、アロマとかでもいいのかな、うん、アロマと整体のセットの方が、うん、両方やりたいって人が多いよね、そうね、うん、あの、呼んでください。待ってます。全国行きますんで。で、特に私はきっと年明けて終わった時から、うん、めちゃくちゃ活動できるようになるじゃん。ああ、その時、その時、ね。そう、その時になってからですよ。今はちょっと行けないので、その時になったら。夏休みぐらいだったらいけるけど。ああ、ね、うん。そうそうそう。依頼があればね、うん、もうね。お待ちしてます。はい、ということで、はい、今回高評価皆さん押しましたか、ね、ポチッと。お願いします。連打して消さないでね。ちょっと実験でやってみました。そうですね、この動画が上がりますように。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。